はい、こんばんは。今日はですね、今シーズンね、振り返って、減量振り返ってね、今回の減量をやってみた上での、成功点と、ちょっと反省点ですね、次に生かしたいなという点についてね、ちょっとお話ししたいなと思います。はい、まずね、今回減量でね、うまくできたなっていうのはね、まあ大きくね、体重乗せすぎないでね、まあ計画的に月2キロぐらいのペースでね、計画的に、まあ落とせたということですね。そんなに急速に落とそうと思うと摂取カロリーもね、だいぶ控えなきゃいけないんですけども、まあそこもね、まあ時間が結構あったので、まあゆっくり落とすことができたので、まあ体への負担がね、少なかったですね。で、体への負担が少ないということは、トレーニングのね、強度もね、落とすことなくね、結構ガンガン追い込みたのでね、そこは非常にね、良かったのかな、というふうに思います。はい。で、あと、カーブね、極端に減らすこともなかったので、ね、減量期の末期でもまあ200ぐらい取ってましたしね、200から300、まあ、普段平均300ぐらい、取り続けたので、まあ、全然ね、トレーニング強度落ちなかったですね。で、馬力もね、あんまり落ちなかったような気がします。はい。まあ、さすがにね、後半はもう高重量はなかなか扱えなくはなってきたんですけどね。まあ、大胸筋のサイズとかね、上腕のサイズとかはね、それほどね、落とすことなくね、で、ウエストだけキュッと締めていくことができたのでね、そこは非常にね、良かったのかな、というふうに思います。はい。で、あとね、有酸素運動ですね。有酸素運動は、まあ、極力ね、ラストまで行わずにね、温存しておいたのも良かったのかなというふうにね、思います。はい。まあ、前半にやっちゃうとね、やっぱ有酸素やっちゃうと、どんどん疲労溜まっちゃうんですよ。疲労が溜まっちゃって、もう空腹と疲労とね、蓄積とでね、もうなんかフラフラになってくるんでね、今回前半はね、それがなかったです。はい。まあ、8月11日のね、監査オープンでね、もうほぼ有酸素でやってなかったのでね、こんな楽でいいのかっていうぐらいのね、コンディションだったんですよね。8月の時は、関西の時はね。はい。ただまあそれは前半の話なんですね。後でまあ失敗例の話もしますけれども。はい。あとまあまあ普段、まあ基本はローファットでね、まあカーブ入れながらローファットで行くんですけれども、ただどうしてもね、やっぱり油っぽいものとか食べたくなるしね、飲みにも行ったりするんですよね。で、そういう時我慢しすぎるとやっぱストレス溜まっちゃうんでね、そういう時にね、ケトジェニックをね、適度に取り入れることによって、お酒飲んで油も食べてっていう風にね、うまいことこう、食に対するストレスを溜め込まずにね、かつ減量もね、こう停滞っていうのをね、こう打破しながらね、進めることができたっていうのがね、自分の中では、まあ良かったのかな、というふうに、思ってます。はい。あと、食事ですね。食事にね、今まで結構、さつまいもとか、オートミールとか多かったんですけどね、今回ね、玄米かなり中心に据えたんですよね。玄米とキノコ類ですね。はい。で、玄米、キノコ類食べると、やっぱ食物繊維非常に豊富で、で、ビタミンね、B とかね、ビタミン類もすごい豊富なんですよ。で、結構食べ応えがあるというか、咀嚼しないと食べれないので、満腹感がね、すごい出てね、まあ、食べた気がして、なんかあんまり空腹感感じなかったです。かつね、ビタミンとかね、やっぱり白米とか、オートミール、オートミールもいいんですけどね、さつまいもビタミン C 豊富でいいんですけどね、まあ、玄米もビタミン B1、疲労回復にね、いいですしね、そしてね、キノコ類ね、特にね、舞茸とかね、まあ、減量効果もある成分がね、含まれてたりするのでね、これは非常にね、良かったので、まあ、で、美味しいですしね、僕キノコ好きなんでね、椎茸以外は。はい、椎茸食べれないですけどね、椎茸以外は好きなんでね。はい。まあ、そういった食事が、やっぱ良かったですね。空腹感感じ、美味しくね、減量できたなっていう感じですね。で、まあ、さつまいもとか食物繊維多いんですけど、さつまいも食べてたりとかするとき、やっぱ便秘結構ね、自分の場合、きつかったんですよね。減量末期とか特にね。ただ今回はね、ほんまに、キノコと玄米と食べてたとき、便秘知らずでしたね。もう会長会長、本当に。まあ、そういった面でもね、全然楽でしたね。今回は。はい。そしてね、やっぱりあとはね、胸肉ですね。
胸肉と、だから胸肉、玄米、キノコ類、もうこれ据えるだけでね、もうずっと減量はかどりましたね。で、僕ずっとね、これ食べていられたんですよ。炊き込みご飯とかにしたらね、全然美味しかったので、ね、全然こう食事に苦しさはね、感じなかったですね。はい。あと、まあ睡眠ですね。やっぱ睡眠をね、やっぱりしっかりとることによってね、減量がうまいこと進んだような気がしますね。まあ、どんだけこう、有酸素してもね、体重落ちなかったりするときにね、よく寝て休養したらね、結構ね、体重落ちたんですよね。だからやっぱ睡眠本当に大事だなと思いました。はい。まあこれで前半、これ前半の話なんですけどね。それでね、失敗点というかね、反省点なんですけどね。これ関西オープン終わってからですね、オールジャパンまで、まあさらにね、追い込まなきゃっていうね、まあ全日本大会ってなってね、やっぱりこうプレッシャーもあってですね、そっから有酸素運動をかなり入れ出したんですよ。で、まあ、週4回ぐらい有酸素でね、じゃあ、やっぱ疲労がね、かなり溜まってきてですね、フラフラになってきましてですね。で、本来であれば、まあ、トレーニングもね、オフなしでやってたんですけどね、休めるべきだったんですよ。体休めて、睡眠時間ゆっくりとって、その分食事のちょっとね、落とすとかね、やってれば、多分もっと楽に落ちたんじゃないのかなっていうのがね、正直な感想です。そこをね、自分逆にね、体重落ちないでね、やっぱ焦って、さらに有酸素を増やして、で、トレーニングの量もさらに増やして、でも睡眠、そんだけやるとね、やっぱり時間なくなるんで睡眠時間削るみたいなね。そんなことをやってね、余計疲労が溜まって、でも体重はね、停滞しちゃったっていうね、ちょっとそういう負のスパイラルに陥っちゃったのでね、ちょっとそこはね、次回活かさなきゃいけないかなというふうにね、思いました。やっぱしっかり休んで、しっかり休、で寝るっていうのはね、やっぱり増量においても減量においてもね、非常にね、大事なのかなというふうにね、思いました。やっぱ減量でもね、週1ぐらいオフ入れた方がね、いいんじゃないのかなっていうふうにね、思いましたね。はい。でね、その分ね、やっぱり1日オフ取ることによって体も休まってね、トレーニングの強度もね、維持することができましてね、やっぱ疲れてくるとね、トレーニングもね、だんだんこなすだけな感じになってくるのでね、質も下がってくるんですよね。まあそういった意味でもね、やっぱり休養は取るべきだな、というふうにね、感じました。はい。まあとりあえずね、今回のオールジャパンで、はい、今シーズン終了ということでね、まあしっかり、今回で、まあちょっと弱点だなと思った部分をね、また来年までにね、しっかり強化しですね、で、今回の減量とかね、で学んだね、教訓みたいなこともね、次回に生かしていけたらな、と。いうふうにね、思っています。はい。もう、オフ期はね、ちゃんと休養取りますよ。4オン1オフぐらいでね、週に 1.5 日は取りたいと思います。はい。もう、基本、オフもね、休めないとなんですけどね。でもちゃんと休みます。はい。休みたくないけど、休みます。やっぱりね、休むのもね、寝るのもね、食べるのもね、トレーニングっていうね、もうトレーニング、筋トレと同じぐらい大事なんでね。はい、もう、筋トレ、食トレ、筋トレ。はい。これね、大事だってよくみんなね、最近ね、みんな言われてますけどね、本当に大事だと思うんでね、その点にちょっと注意しながらね、また、次に向けて、頑張っていきたいと思います。はい。では。